メジャーの本塁打王の身長が一人だけおかしすぎる。ハック・ウィルソン、168cm、86kg、1930年、3割5分6厘、56本、191打点、歴代1位、出塁飛均4割5分4厘、OPS 1.177、本塁打王、打点王。横幅すげー、和製吉田ただしな。昔のメジャーってホームランほとんどなかったんじゃなかったっけ。56本とかこんな時代からいたんか。打点のシーズン記録持っとるよな、ハック・ウィルソン。191はやばい。このチビが慣れるってことはわい。188、68、34。もう野球やっとればホームラン王なれたってわけか。長打力あるチビって夢あるな。ヤクルトの石川が最低身長200勝投手になるのも楽しみだわ。200勝投手で170以下はまだいない。ホームラン王4回で通算244本って少ない気がするわ。無冠の清原が500本超えてるし、通算成績が少ないのはアル中の影響で成績落ちて早めに引退したから。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。